はい、どうもこんにちは。ハンドです。この町にいた、笛が得意な錬金術師。どうもそいつが、進化の表のことを調べてて、この町から出ていったっていうね、ことなんですけど、この錬金術師リフっていうやつが、ひょっとしたら、ピサロか、ピサロと何か関係があるっていうことなんじゃないのかなーっていうとこなんですけど、そこはね、まだちょっとわからないですね。で、このアッテムトさんっていうのが、ここの、もうちょっと北の方にあるんですけど、まあなんかね、足を踏み入れてはいかんということなんですけど、ひょっとしたらそこに、なんかね、ラスボス的なやつ、いるのかなぁ。ここより北、高水村。高水村の、名前はなんか覚えてるなぁ。なんかあからさまに怪しい。うわ、こいつは危険っちゃ危険だな。どうしようか。炎を吹いてくるからね。ウバーハとかがあればいいんだけど、ない。あ、そんなに警戒することでもないか。あら。ちょっとこの辺り敵が強い感じもするけど、その分結構稼げてるみたいで、レベルが結構、前回もね、結構上がってるんで、ただ、なんとなくなんかね、装備がなんか、あんま充実してこないんですよね。ん？私はスタンシアラからやってきた旅芸人です。今世界の人々は地獄の帝王に怯え、心の底から笑うこともできず、絶え間ない不安の中で苦しんでいます。いつか世界が平和になったら人々がいつも笑顔に包まれ、楽しく過ごせるような歌と踊りの街をこの地に作りたいものです。ああ。ちょっとはっきり覚えてないんだけど、本家の、方にあそこに村か町かなんかあるのかな。ちょっとしてあれか、ミニアとマーニアのところかな。
ープに夜着てみたけど、変化はない。麻痺するだけで BGM が変わっちゃうんだ。それは知らなかったな。直してあげればその場で BGM も戻るのかな。直らないんだ。いきなりそこで BGM がパッと切り替わるわけじゃないんだ。あ、なるほどね。ベビーサタはまだマフーバで封印してなかったような気がするんだけど。うわ、結構痛いな。もう行けるところは大体行ったかな。さあ、次やるべきことがね、なんとも。あ、思い出した。前回、この町から西にある洞窟に行こうなんていう話をしてたんでしたよね、確か。誰か、このヒント。あれ？あのスライムだっけ？まあいいや。とりあえず西に洞窟があるってことなんで。ああ、あれか。うおー、こいつ強え。お、いいね。
さあ、何がありますかね。うわぁ、嫌いだわ、あれ。結構レベル上がると上がる数値もなんか大きめな感じで、このぐらいのレベル帯だとガン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 上がるのかな、それともどのレベル帯でもあんまり変わらないのかな。前半そんなになんていうの、数値がいっぱい上がったイメージがないんですけどね。リバストは貯めると次のターンで必ず一番目に攻撃してくれるみたいですね、今のところは。あれ？あ、エレベーターか。サイ男。ちょっといい名前なかったんかよ。エレベーターっぽいんで他の道を先に行って。このフロア見終わったらあのエレベーターの方に行って、うわ。やべやべやべ。だからこんなにいっぱい出てきてさ、全員攻撃ってのもちょっとずるいよね。
命の木の実か。誰にしようかね。やっぱターシャかな。ちょっと低すぎるもんね。うん。まあ、まずまず。かな。なんだろう、確か1から5だったと思うんですよね。もう一個のエレベーターのことを忘れないようにしとかないとな。強いんだよなあいつ。今メルバ30近く食らってたもんな。広いな。うわぁ。静寂の玉？なんだろう。戦いの時的、あー、それだけ？なんかイベントに使うものなのかと思ったんだけど。普通の魔法トーンよりも成功率が高いとかって言うんだったらいいんだけどね。早速使ってみようか。まあ、MP 消費しないってのもいいよね。先にかけられちゃ意味ねえよ。しかもよりにもよって全員ギラかよ。意味ないな。
あ、間違えた。なんか怪しいな。セーブしていこう。鍵があるとか言ってたんですればね。よし、じゃあこれを使って、今までのね、開けられなかった扉を開けていきましょう。とはいえ、ですね、はっきり言ってほとんど覚えてないんで、まあルーラー使って1から街を訪ねて回るような感じになりますけども。こいつグループ分けんのちょっとやだな。もっと仲良くやりなさいよ。お互い嫌い合ってんのか？あらー、8割で MP がやばいな。まあでもなんとかこのダンジョンはギリギリ間に合いましたかね。一回戻んなきゃダメかなとかって思ってたんですけど、なかなかのバランス取りじゃないですかね。あ、何もない。よし、脱出しましょう。よっしゃ、まずは、すぐそこの、塔水はでも、何もなかったっけか？ないか。下も多分なかったよな。よし、じゃあ一旦宿屋に泊まって、ちょっと早いけど一旦区切りましょうか。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。さよなら。